ゴールデンウィーク5月4日夕方近くですけど、マビックミニ高松市の強盗町で飛ばしてみました。マビックミニについてはこれで4回目ぐらいでしょうか。この動画7分ぐらいに編集していますけど、実際にはさあ8分半ぐらい飛ばしましたでしょうかね。はい、ここはね、僕のねお気に入りの場所です。どん詰まりになってますからね、通行車両などほとんどいません。高松市のねこの工業地帯、まあ事務所倉庫群が随分と密集した地域で、まあ民家人家はほとんどございません。遠く見えるのはね、高松市鶴市町、はい、こっち右に振って、はい、こちら五色台の方角です。西側ですね。マリーナも見えてます。三角の島が見えてますけど、あれはね大槌島です。はい、あそこにはねヤギがね、野生のヤギ誰かが連れてきたんでしょうかね、何回か見かけたことがあります。はい、これねマビック、本当にね画像が滑らかでね、多少慣れてきましたけどまだまだですね。こうやってねレンズを下へ向けることができるんですね。直下マイナス90度まで向けれます。情報はね水平プラス20度まで向けることができます。まだまだね不慣れなんで思ったようにはいきませんけど、まあアプリを利用してね多彩な機能が満載されてます。はい、このマリーナね、マリーナ ペラガスというんですけどね、はい、もう随分ね係留されてる船舶ヨット類釣り船少なくなったですね。こういう私もねこのマリーナペラガスピアマリーナと合併してね一つになってしまったんですけど、ピアマリーナに僕も小さな釣り船をね10年余り浄化してました。毎週のようにねここの港から毎週末本当に年に50回以上出ましたからね、土日連チャンいうことも結構ありました。ということはもうね数百回は間違いなくこの航路、今も下で船通ってますけどこの辺り通ったことがあります。およそ10年余り前の話です。50代はまあこの釣りに明け暮れたような記憶があります。この周辺もね随分寂れたいう感じがしますね。大きい倉庫群はね南海プライウッドいう会社があったんです。合板の製造工場ですよ。そのね製造工場跡地はね右側あの辺りですけど、太陽光発電ですかね、ああいうなんに化けてます。その他もね錆びれてます。木材団地いろいろありました。係留されてる船もねこの通り先も申し上げましたけど非常に貧弱です。少なくなりました。海のレジャーねいろいろ言われてますけどね、上手に利用したらね結構楽しめるんですけどね、係留料金もねまあなんとかサラリーマンでもね契約すればなんとかなるぐらいです。ほんとおすすめですけどね。はい、ボートが係留するために入港しつつあるのが見えますね。はい、この両サイドこの右岸側
右岸というか南側ですけどね、これちょっと飛行、ドローンをね横滑りさせてますけど、はい、この辺りもね木材団地とかあったんですよ。随分寂れてます。まあ日本冷蔵あの倉庫だけはね、あれ目印にして寄港してましたからね、よく。はい、こっちはね香川県のこうなんか渓流施設があります。そして右側のねあれはね香川県の自動車学校です。香川県のね自動車学校、あそこでね免許更新、免許センターとも言われますけどね、そういうと施設です。はい、これはね新しくできたコンクリートのね10メーター近くあるんでしょうか、荷さばき場をね新設してます。はい、マリーナペラガスはねこの緑色の屋根の中にあったんですよ。このね大きな建物の中にねボートがいっぱい止まってましたね。もう見る影もないですね。はい、岸辺のこの新緑ですね、黄緑色綺麗に輝いてます。時刻はね午後の6時ちょっと前でした。はい、日没がね6時50 45分50分ぐらいかなということです。そうこういろいろ言ってるうちに着陸態勢に入りましたね。非常に滑らかです。まあこのマビックミニこれからもねできるだけ使い倒そうかなと思ってます。終わります。